手足は頭の指令に対して忠実に動くのが大原則だが、それは機能としての話で生死での話ではない。例えば俺が死んでも誰かが後を継げばいい。場合によっては頭より足の方が大事な時もあるだろう。見極めを誤るな。俺の命令は最優先だが、俺を最優先に生かすことはない。生かすべきは個人ではなく雲。それを忘れるな。この場合はどうなのだろう。この二人から引き出した鎖野郎の能力とその弱点、これを今みんなに話せば奴は倒せる、造作もなく。でもそれには団長の死が高い確率で付きまとう。おそらく烏帽がそうだったように、雲のための死。